現時点では両者無得点の形で拮抗したまま第2クォーターに移る格好になります。この状況、今脇におられます、来られていますが、YouTuber のひでぼうさんがいらっしゃいますので、ちょっと感想をいただきたいと思います。今の展開どのように見られますか？はい、こんにちは、YouTube チャンネルレッツハドルのひでぼうです。突然お邪魔しました。はい、ありがとうございます。はい、結構お互いのやっぱりディフェンスが、はい、よく止めてるなという印象で、はい、ヒリヒリするこのクロウト好みの試合展開だなというのをすごい感じながら見ておりました。そうですね、渋い試合になってますね。渋いですね。めちゃくちゃ面白いですけどね。ディフェンスフロントがお互い活躍しているのが本当に目立ったいい試合になってると思ってます。うん、はい。結構ねベテランの選手もお互い活躍されてるんで。はい。突破するとしたら、ひでぼうならどういうプレーに期待したいですかね。そうですね、やっぱりこうお互いにライン戦が苦労してるかなというオフェンスの印象なんで、まあ、スクリーンパスであったりとか、はい、まあ、ちょっとジェットモーションを入れるとかいうプレーとかがあるのか、はい、ちょっと今後どういう選択をされるのか注目したいと思います。はい、ありがとうございます。そういう意味ではこの第2クォーターどのような形になるのか、ちょっと注目させていただきたいと思います。はい、それでは今から第2クォーターに入ります。愛知ゴールデンウィングスサーダウン9のシチュエーション、さあロングパスを通した、しかしこれはインターセプト。ターンオーバー。ここで愛知はロングパスを通しましたが、それを取ったのは大阪ガスの16番でした。16番がパスを取りましたことにより攻守交代です。インターセプト、ターンオーバー。いや、ここでビッグプレーがディフェンスできましたね。こちらで見せましたね。決めましたのは大阪府警の16番内田、九州産業大学出身のプレーヤーです。素晴らしいインターセプトでした。先ほども愛知の、ね、パスをインターセプト仕掛けたシーンがあったんですけど、はい、今度はしっかり掴んで攻守交代でしたね。そうですね、先ほどから中央付近のパスを何か狙っている節も感じられるような、そういったインターセプトでも感じました。はい、大阪府警がこれ突破するでしょうか。相手陣35ヤード付近からのファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを展開します。これは愛知踏みとどめて、ゲインは約2ヤード。持ちましたキャリアの番号14番でしょうか。大阪府警14番の高倉がキャリアでした。近畿大学出身。先ほどもリターンでビッグプレーがあった高倉選手ですね。そうですね、この選手が主力のように感じ受けれますね。はい、さあセカンドダウン8の状況に入ります。大阪府警ボールオンは相手陣33ヤード。さあここでロングだ、パス不成功。ここは1点ロングパスでしたが、ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しています。この判定は果たしてどうでしょうか。これは重い。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げ終えた選手への不正なヒットです。この反則は危険なため重大な反則として扱われます。したがって15ヤードの抜体、結果的に10ヤード以上オフェンスは前進する形になりますので、大阪ガス自動的にファーストダウン獲得となりました。これは大きな反則になりましたね。一気に相手陣深くに入りましたね。大きいですね。さあここは大阪ガス一気に行くでしょうか、それとも先ほどから見せているランプレーで手堅く行くでしょうか。まずはファーストダウン10、ボールオン、相手陣18ヤード。まずは中央への手堅くダイブプレーを展開します。キャリア29番、その体を生かして突進しまして約2ヤードのゲイン。このランプレーに関してはしっかりね、愛知ゴールデンウィングスも止めていますね。そうですね、
ただ大阪ガスのこのダイブプレー29番木村選手ですが、確実に先ほどから2ヤードから4ヤードのゲインをしています。この点は非常にボディーブローのように効いてくるような感も受けます。じわりじわりとこれが文字通り体を使っての削り込むような攻撃、大阪ガス見せているようにも感じます。セカンダウン8、ボールオン相手陣15ヤード。あーパス。しかしこのパスは不成功。ここでタイトエンド41番をターゲットにした短いパスでしたが、これはディフェンスの集まりがあったためかパス不成功です。さあ勝負のサードダウンですね。どういうプレーをしてくるのか大変注目ですね。ボールオン相手陣15ヤードのシチュエーションのサードダウン8、ヒデボーさんならどっちダウンパスどちらを使いたいですか。ここはやっぱりパスで一気に攻めたいですね。はい、さあパスをヒデボーさんは選びました。大阪ガスの選択はどうでしょう。サードダウン8、さあパスを通した。うわこれはタッチダウン。うわこれはすごい。ここでプレーアクションパス、ランプレーに見せかけてパスを通しました。しかもあえて浮かしたパス、そしてこれをワイドレシーバーエンドゾーンにひざまずくようにキャッチしましてタッチダウンとしました。大阪ガスが先制しまして6点獲得です。今ねレシーバーの選手よく合わせましたね、ボールを見ながら。そうですね、かなり浮いた球だったので怖かったと思いますが、これを抱え込むように見事にキャッチしました。素晴らしいタッチダウンパスキャッチでした。そしてこのタッチダウンの後のボーナスプレー、ワンプレーであるトライフォーポイント、キックによる1点を狙います。キック成功、1点追加。大阪府警シールズ7点、愛知ゴールデンウィングス0点。まず大阪府警シールズが先制する形となりました。これはちょっと私は予想外の展開になってまいりました。やはりね、下馬評では愛知さんの方が優勢だったかと思うんですけど、そうですね、大阪府警さんの方がインターセプトから、ここで一気にタッチダウンということで、はい、非常に流れを持っていくようなドライブだったかなというので、そう思いますね。これによって結果的に本来なら自力があると思われている愛知が後手を踏む格好になりますので、それがこれからの試合展開非常に面白いことになるなというふうに私も思います。さあその得点を挙げた大阪ガス府警シールズのキックオフにより試合は再開という形になります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。したがって取られた側は必然的に次の攻撃権を得る格好となります。このチャンスを愛知は生かすことができるでしょうか。大阪ガス府警のキックオフ、キッカーは大阪府警の6番の選手平石が務めます。さあ愛知リターン10番。おお強い、見事なリターンでハーフウェイ付近でボールで落としました。10番は外国人選手ですかね。おお、そうですね、今メンバー表を見て驚きました。愛知ゴールデングスのリターンを決めました10番はビリー・ヒューイット。大学名がちょっとわからないので申し訳ありませんがルーキープレイヤーです。 XE は確かに外国人選手の加盟人数はどのチーム X1 含めて同じ条件となっていますので、X3 と海外のからの参戦選手はもちろん受け入れています。 X3 でね外国人選手が見られるというのはなかなか面白いですね。そうですね、そのフィジカルの強さを今感じ取るワンプレーでした。おーナイスキャッチ。さあここでまずパスプレーへ行きます。クォーターバック13番、右オープンに空いておりましたワイドレシーバー6番にパスを通し約5ヤードのゲインとしています。パスを通じましたクォーターバックは13番の吉田、名古屋商科大学出身。ターゲット6番は梶本、駒澤大学出身のルーキープレイヤーです。愛知相手陣48ヤード地点からのセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には5ヤードの前進が必要。早い、
これはナイスラーファーストランニバック35番乱れたスナップを自ら拾い上げ右オープンへ独走、相手ディフェンスの隙間を縫うようにサイドラインが駆け上がりファーストダウン獲得です。素晴らしいランを見せました愛知ゴールデンウィングス35番は水野、日本福祉大学出身のバイスキャプテンです。やはり点を取られたというのもあって愛知さんがいろんなプレーを入れてきているような印象がありますね。そうですね、ここへ来ていよいよエンジンがかかってきたかもしれません。愛知ゴールデンウィングスボールオン相手陣37ヤードからのファーストダウン点、さあ再びパスプレー、これも通りましてゲインは約4ヤードのゲインです。先ほど注目をさせていただきましたターゲット10番のビー・ヒューイット選手のキャッチでした。ゲインは約4ヤードです。ビリー・ヒューイット選手フィジカルがすごい強い印象ですね。負けてないですね。そうですね、この強さはなかなか日本の選手では見られない強さのようにも感じ受けます。はい、さあここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかあるいはランニングバックに投げ渡すかの選択プレーです。ここはランニングバック30番にピッチし30番右オープン上がりまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。キャリア30番は近藤、愛知大学出身のプレーヤー。さあ愛知相手陣31ヤードからサーダウン3、残り3ヤードのシチュエーション、ここで中央へのランプレー、キャリア35番ファーストダウン獲得です。愛知ファーストダウン、35番キャリアは水野、日本福祉大学出身のプレーヤーです。愛知はあれですね、ランニングバックが2人どちらが持って走るかわからないような形になっているので、そうです ね、守りにくそうですね。30番の近藤選手、35番の水野選手、どちらも素晴らしいランを見せていますね。さあここでホイッスルです。ここでウォーターブレイクが入ります。ひでぼうさん、かなり面白い展開になってきましたね。はい、愛知さんがもうなんかここでエンジンをねぐっとかけて7点を取りに来てるんだというのはすごい感じるドライブになっているので、ですね、はい、大阪ガスが先制して、さあ失礼しました、大阪府警が先制しましてさあと思いましたが、これによって逆に愛知にエンジンがかかって一気に巻き返しに来ているというのがあらおで感じられる展開になっています。特にランニングバック陣が一気にスイッチが入ったというふうに感じるんですが、そうですね、やっぱり30番35番お二人のランニングバックがこうどっちが持って走るかわからないというのは非常に守りづらいと思いますし、ちょっとこの後、まあ、逆に言うとどのタイミングでプレーアクションのパスも入ってくるのかということも含めて楽しみですね。そうですね、特に先ほどこの間に入っているビリー・ヒューイット選手の、はい、本当に日本人では見られない当たり強さ、フィジカルの強さというのも非常に面白いと思ってます。そうですね、ビリー選手はサイドラインでも、ね、他の選手に声をかけたりしている様子とかも見られるので、なかなか大きな加入じゃないかなというのを見ていて思いますね。今季こそはという勢いを感じる愛知の現在シリーズとなっています。さあウォーターブレイク時でのファーストダウン点、さあここでパスを閉じます。あ、開いた、さあどうだ、ナイスゲイン、ファーストダウン。さあここで右サイドライン際のパスを投じてターゲット6番、これをディフェンスかわして一気にゲイン、ゴール前に迫るナイスランを見せました。素晴らしいキャッチランを見せたのはワイドレシーバー6番の梶本、駒澤大学出身のプレイヤーです。一気にゴール前ですね。そしてゴール前状況に入ります。ファーストントゥーゴール、残り4ヤード、
さあここでオプションプレーを選択。クォーターバック13番は自らキープしエンドゾーンを目指しました。しかしこれはノーゲイン。ここはまず大阪府警のディフェンスがまず一つ意地を見せた感が受けます。チーム名をついついどうしても大阪他のチームと間違えてしまって情けないところでありますが、対戦しておりますチームは大阪府警シールです。ぜひ皆様お見知りおきをお願いしたいと思います。さあここですね、セカンドダウン。そうですね、セカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。再び今度はオプションキッチ。おー、さあ行ったどうだ、タッチだ。いやー来ましたね。持ち込みましたのはランニングバック30番の選手でした。30番の近藤、見事にオプションピッチを受け右オープンを切り上がり、そのままエンドゾーンに飛び込んだタッチだ。愛知ゴールデンウィングス6点獲得。さあそしてトライフォーポイントに挑みます。キッカーは2番の毛利が務めます。名城大学出身。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス7点、大阪府警シリーズ7点、同点となりました。キッカー毛利、かつて名城大学の伝説のキッカーとしてキャプテンも務めましたこの選手が素晴らしいキックを蹴りまして、まず試合を振り出しに戻すことに成功しました。ちょっと今の愛知さんのドライブは完璧だったかもしれないですね。そうですね、本当に絵に描いたようなという印象を受けました。素晴らしかったと思います。はい、思っています。これで試合が面白くなってきましたね。どうなるか全く読めなくね、またなってきた中で、はい、次大阪府警さんの攻撃がねどれぐらい進めるかというのは一つターニングポイントになりそうな気もしますね。そうですね。さあこの反撃の状況、残り時間3分39秒で大阪府警どのような攻撃を見せてくれるかちょっと注目したいと思います。まずは愛知のキックオフ。さあキッカーは先ほどトライフォーポイント決めました2番の毛利が務める。さあ大阪府警がリターン。これはしかし愛知が見事にアジャストしました。自陣20ヤード付近からの攻撃となります。KOY 様コメントありがとうございます。ビリー選手非常に活躍しています。スカイゲーミング様コメントありがとうございます。解説というよりも今参加していただいているのは YouTuber のヒデボーです。レッツハドルのヒデボーさんに今加わっていただいています。ありがとうございます。さあ大阪府警がまずファーストダウン10の攻撃に入ります。まずは中央へのランプレー。大阪府警ここはライン戦で優位と見るか、先ほどからランプレーを積み重ねています。弾を託されましたキャリアは4番角、足間高校出身のプレイヤーでした。このランプレーにより約6ヤードのゲインとなっています。この大阪ガスのライン力は非常に魅力が感じられますね。そうですね、今ゴリゴリ、進んでいったところもあるんですけど、このランプレーと先ほどはプレーアクションとっていうのがすごいバランスよく出てたと思うんで、はい、このドライブどう構築していくのかっていうのが、まあ、今一つランプレーっていうのメッセージかなっていうのも感じましたね。そう感じましたね。はい、さあプレーアクション来ましたね。さあここでプレーアクションのパスだ。しかしこのパスは不成功。プレーアクションとしては非常に良かったんですが、パスのコントロールがわずかに乱れました。ターゲットは1番の選手宇都宮でした。中京大学のプレーヤー。しかしパス不成功となりますのでサードダウンに変わります。ここ先ほど愛知がテンポよくタッチダウン取ったっていうことも考えると、ファーストダウンをなんとか欲しいというのが大阪府警さんの状況だと思いますが、そうですね、ここはなんとか継続という形に持ち込みたい。そのためにはこの4ヤードどう攻めるでしょうか大阪府警。
一気にロングパスいった。ああインターセプト。しかしこれはインターセプト。ターンオーバー。ここで大阪ガスはロングパスを投じました。しかしこれは弾かれながら最終的に収めたのは愛知ゴールデンウィングスの5番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス5番、福岡東海大学出身のプレイヤーです。よくボールを見てましたね、最後まで。ですね、弾いたボールを最終見失わなかったのは素晴らしかったですね。いや、すごかったと思います。この集中力はさすがアメリカンフットボーラーというふうに感じました。やっぱりこういうビッグプレーを、ね、見れるっていうのは我々アメフトファンとしてもすごく楽しいなというのを見ていて思いますね。そうですね、はい、本当にこの試合今点数もそうですが見応えある一戦となっています。はい、さあ愛知はこのファーストダウン点最初のプレーはランプレーとします。キャリアは25番にしました。失礼しました、35番にしました。しかしゲインは約1ヤードにとどまっています。小気味良いランを愛知は重ねますが、しかし大阪ガスも食らいついてますね。そうですね、大阪、失礼した、大阪府警も食らいついている。はい、この30番近藤選手、35番水野選手、お二人のワンツーアタックという感じがありますけど、大阪府警も今は対応してきたというような感じでしたね。そうですね。さあそしてセカンダウン、失礼しました、セカンダウン8の状況で愛知はさあ何を選択するか。さあパスを選択した模様。おお、しかしこのパスは不成功、あわやインターセプトというプレーでした。ターゲットは10番の、ビリー・ビューイットでしたけど、でしたが、これを大阪ガスの14番の高倉、見事なカバーでした。かなりパスカバーね、今日見ているといいですね、大阪府警。ディフェンスが本当にしっかりしていますね。はい、これは愛知が攻めあぐ んでいるのがよくわかる、まずワンプレーだったように感じます。さあそして愛知はサーダン8の状況に挑みます。試合時間は前半残り1分40秒の状況。キュービーさん、ここで愛知はロングパスを狙おうとしましたが、しかしこれは大阪府警が見事なキュービーサックによりこのプレー潰しました。キュービーサック決めましたのは大阪府警の76番の選手でした。76番は大木、箕面高校出身。ここもパスカバーが良くて投げあぐねたというようなね、カバレッジサックのような感じでしたね。そうですね、だいぶ時間はありましたが、やはりディフェンスが相当なレベルだというふうに感じますね。はい、さあそして愛知は結果的にパントを選択します。これはなかなかいいパントだが、サイバー押さえている。さあ大阪府警リターン入る、いきますね。なかなか走りが止まらない、抜ける、さらに行くったんじゃないですか。これはでかい、サイバーいない、そのままエンドゾーン入って、タッチダウン。しかもフラッグありません。したがってそのままプレーは成立です。タッチダウン、パントリターン、タッチダウン。ここはまさかの形でファンブルをね、最初したかと思ったら拾い上げて、はい、これをリカバーしてそのまま、しかもブロックの壁自体は崩れていたんですが、ほとんど個人技と独走によって一気にエンドゾーンに入りました。早かったですね。素晴らしいパントリターン、タッチダウン。これを決めましたのは大阪ガスの14番の高倉、近畿大学出身のプレイヤーでした。やはり大阪府警高倉選手がね、キーマンですね。素晴らしいですね。はい、このプレーによって6点を加えましてトライフォーポイント。さあどうなるか。これも決めまして、結果7点加点となります。大阪府警シールズ14点、愛知ゴールデンウィングス7点。ここに来て大阪府警が再び得点をリードしました。あまりに興奮してクロック操作を忘れていまして0秒となっていましたが、残り時間前半は30秒となっています。先ほどの、ね、ドライブが終わったタイミングでパントになったので、はい、もう7対7で折り返すかなと思っていたんですが、ここでビッグプレーでっていうのは、ちょっとこれは大阪府警にとっては大きな7点になりますよね。大きいですよね、はい、
これをイーブンで終わるのか自分たち優位で終わるのかというのは本当に前半の節目という点でも大きい、心の意味でもモメンタムという点でも大きく感じるワンプレーだったと思います。はい、さあしかし残り時間30秒あります。愛知が果たしてどうするか。これまだねリターンでっていうことも全然ありえるので可能性まだありますね。はい、さあこのキックオフ注目しましょう。さあ愛知リターン入ります。一番がさあウェッジを利かせて中央切り上がり40ヤードを超えたところでの攻撃権としました。前半残り時間は22秒となっています。効果的なリターンを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス1番の勝本、関西学院大学出身のチームの流れのエースプレイヤーです。今リターナーに後ろビリー選手と近藤選手がいたので、はい、あえて短めに蹴ったかもしれないですね。あ、なるほど、はい、後ろですと確かに手強い選手2人が揃っていたということで、はい、そういう意味では大阪府警も非常に考えながらのキックオフということになりますかね。はい、かもしれないですね今のはね。そして結果的には自陣41ヤードの地点からの攻撃に入ります。愛知ゴールデンウィングス前半残り22秒。そしてここでまずランプレーにしました。キャリア35番、しかしそのため結果的に時計は流れ続けます。あ、これはこのままということでしょうか。そうですね、もう後半勝負に行こうということでこの前半は流すということになりましたね。はい、はい、ここはリスクを愛知はまず除きましてここで前半終了といたしました。前半終了です。前半終了となりまして愛知ゴールデンウィングス7点、大阪府警シールズ14点、大阪府警がワンタッチダウンリードで後半戦に移るという形になりました。秀坊さん、これは面白い展開になりましたね。いや、そうですね、なんか最初ディフェンス合戦でこのまま行くのかなと思いきやこうゲームが一気に動いてからそして最後のリターンタッチダウンという形で、まあ、あの思わぬ形でこう大阪府警が得点をしっかり取ってきているということはあるのでこう愛知も油断できない試合になっていると思うので、はい、後半非常にどちらが勝ってもおかしくない楽しみなゲームですね。そうですね、これ本当に見応えあるいい試合になるような予感がいたします。はい、本日の配信は X3 ウエスト全13チームの協賛によって行われている企画になっています。この配信に協賛ご協力いただきました方々のお名前を今画面に表示させていただいています。協賛ご協力ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。その申し込みサイトはこのライブ配信の概要欄のところにリンクのための URL を貼り付けておりますので皆様ふるってご参加くださいますよう心からお願い申し上げます。この試合の配信を担当させていただいてますのは私道楽屋理事です。拙い配信ではありますが皆様のお目汚しにならないよう精一杯やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。また本日今の段階で特別にといいますかあの飛び入りで参加をお願いいたしました YouTuber レッツハドルの秀坊さんにも解説に加わっていただいています。ぜひ今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは一旦このハーフタイムで休憩に入らせていただきます。また試合開始再開いたしましたらまた実況させていただきますのでしばらくお待ちください。